千田保育園は、広島県広島市中区千田町2丁目5番12号に、ある私立の保育園。運営は、社会福祉法人利用会。学生改革により、1948年に、広島市立第一高等女学校が、広島市に用高となった。翌年1949年春、一目同創生の間から、復興のために立ち上がり、働く。 親たちのために子供を預かる施設を作ろうという話が出たことをきっかけに、一目の初代校長、今堀雄一の信念である、洋卵を動かす手が世界を動かすを合言葉に、一目同窓生の女性だけの力で、千田保育園が設立された。一目の同窓生たちが一目卒業生を訪問し、一口200円で目標額50万円の寄付を募った。最終的に寄付した。 同窓生は1100人で、募金額は70万円集まった。1953年に職員3人、定員60人で開園。7年後の1960年には広島市で初の産休明けからの保育が開始された。当時の運営はすべて同窓生によるボランティアによるものだった。1993年に千田保育園は広島市からの要請を受け、 午前7時から午後6時までの通常保育に加え、最長午後10時までの延長保育を開始。2004年の最も多い時には80人を延長保育として預かっていた。待機児童をなくす政府の方針により保育園が増え、午後10時までの勤務が敬遠されたこともあって、延長保育に必要な保育士の確保が困難となる。仙田保育園は、 広島市中区の認可保育園では唯一午後10時までの延長保育を行っていた。2019年度からは延長保育を午後7時30分までに短縮。開園時間も30分遅くする。ありがとうございます。